広田薫は、日本の人工知能学者、計算知能専攻、中華人民共和国国務院専任計画による、北京理工大学海外仙人、特別昌平教授として2015年以降は中華人民共和国で活動している、東京工業大学名誉教授、中国政府有儀賞受賞、新潟県出身、1970年、 長岡工業高等専門学校卒業後、東京工業大学工学部電子工学科に進み、1974年に卒業。引き続き同大学の大学院に入り、1976年に修士課程、1979年に博士課程をそれぞれ修了した。相模工業大学で専任講師を務めた後、厚生大学工学部に移り、専任講師、 助教授を経て、1992年に教授に昇進する。1995年より、東京工業大学大学院、総合理工学研究科知能システム科学専攻、教授となる。学外では、国際ファジーシステム学会副会長や、日本ファジー学会会長、日本知能情報ファジー学会会長といった役職を歴任した。また、 出らさる大学名誉教授やブラカン修立、大学名誉博士といった日本国外の大学からの名誉称号を授与されている。2015年に東京工業大学を定年退職後は東京工業大学名誉教授の称号を受けると、共に専任人計画で北京理工大学海外専任人特別招聘教授に就任し、日本学術振興会北京、 セセンターセンタターー長も兼務した。中国の発展に対して顕著な功績があったとして2019年度中国政府有儀賞を受賞。ありがとうございます。